能登半島地震の被災地では多くの人が避難所生活を余儀なくされています。断水が続く地域ではトイレの水が流せないため、便器をポリ袋で覆い凝固剤で汚物を固めて新聞紙にくるんで捨てているところもあります。避難所には仮設のトイレが設置されていますが、一部のトイレは使用できなくなっていました。水が流れないとだんだんとちょっと溢れてきてしまって、それもちょっと大変でした。パッカー車に入れたら破裂してしまって、全部そこに撒き散らされて、それがちょっとその時もみんなでバケツでバサッとやりながら。被災地の避難所ではすでにノロウイルスの感染が確認されています。おしっこはこらえられんけど、ね、大便なんか長いこといかんかったわ。またトイレに行く回数を減らすために飲食を控えて、脱水症状やエコノミー症候群などのリスクが高まることも懸念されています。そんな中注目されているのが、大阪の企業が開発した匂いを抑える仮設トイレです。同じタイプの仮設トイレが福岡市で開催中のアイススケートショーの会場に設置されていると聞き、見せてもらいました。こちらのトイレ、自動水栓がついているほか、独自の特許技術で匂いも抑えられるということです。この仮設トイレは金沢大学の広瀬名誉教授の監修のもと開発されました。これは加熱蒸気の発生器なんですけど、ここで加熱蒸気、400度ぐらいの温度にしまして、でこういきまして、トイレの、ところへシュッといきますと、匂いを消します。それから菌も消します。皆さん本当に喜ばれて、もう今までなんかお物をビニールの中に入れて、そして捨てて保管して捨ててたというと、しかもウォシュレットまでついてたから、みんなびっくりしてました。この仮設トイレは岐阜県からトラックで運ばれ、石川県珠洲市や七尾市などの避難所に合わせて53台設置されました。ボタンを押せばこう流れるようになってて、匂いが全くしないので、もう使いやすいですよね。お年寄りとか女性の方はやっぱりトイレに不安がっておられて、食事よりもトイレが大事っておっしゃられてましたね。抱きついて泣いてくれたり、ありがとうって言われたらね、やっぱり来た甲斐があったなと思いました。一部のトイレは便座にヒーター機能があるほか、トイレの中に暖房器具を置くこともできます。向こうはすごい寒いので、あったかいのでとっても喜ばれました。まだ現地はトイレが足りない感じですか？足りないと思います。できたらこんな普通の家庭と同じようなトイレをいろんなところに増やしていただけたらいいなと思います。現在福岡市にある10台の仮設トイレも、イベント終了後には被災地の石川県七尾市に運ぶ予定です。